YouTube と今から立ち飲みエースが復活したということなんで、立ち飲みエースに行ってこようかなって思います。立ち飲みエースずっと、休業されてましたね。その間に私は抜けてしまったぐらいのことですから、結構長い期間閉まってて、満を持して開いたということですね。まあ2021年中に、また、再開できる運びになったんで、本当におめでとうございますということで楽しみです。今から立ち飲みエースにちょっと行ってきます。はい、久しぶりですね。今ちょっと夜なんでね、こういう絵ですけど、その当時お仕事させてもらった時は、この道中で買い出し行って、この絵をねずっと見てお店に向かって行ってました。で、2021年の、最後、またエースも始まったということで、なんか考えさせられるものありますね。いい感じっすね。諸行無常じゃないですけど、物事って常々変化し続けてるということだと思うので、まあ、終わりあれば始まりがあって、始まりあれば終わるみたいなね、なんかいろいろ、ずっと全てがぐる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 回っていって、僕もその、歯車の中にはめ込まれてるような状況で、まあ、ずっとね右往左往してるんだと思います。まあ、その中でもね、本当にラットレースみたいな流れはあんま嫌だなって思うんで、自分なりに考えて足を進めていったりしてるわけですけど、まあそれすらも、もっと上の世界観で言うと、それがもうすでにラットレース、なんだとも思うんですよね。まあでもラックレースだったとしても面白ければね、まあ、それでいいと思いますんで、まあ人生暇つぶしってね言うぐらいですから、どういうふうに楽しんでいくかっていうことですよね。はい、もうちょいで着きますね。本当こう懐かしい場所っすね。懐かしいっていうか、この通りがね通っていましたから、本町7丁目に、もうちょいで到着します。まあ、こっちの方面ってね、あえて目指さないと行くことはなかったようなところだったんで、まあ私からしたらですけど、もうちょいで着きます。はい、着いた。到着しました。立ち飲みエース。久しぶりやね。再開おめでとうございます。ああ、じゃあ、ああ、こうですね。はい、来ました。行ってきます。絶対これ、ステッカーない方がいい。これは美味しい。これはすごい。絶対に美味しい。ポコポコなってますね。はい。秋田さんが食べ方がすごい新鮮でした。